こんにちは、コノです。こんにちは。めちゃくちゃ寝起きに撮影させていただいてます。あけさん、おはようございます。おはようございます。いや、珍しいわ。普通にいつも夕方だから朝に撮影すること絶対ないわ、私。絶対寝てると思ったね。だから その方が良かった。私今生活リズムめちゃくちゃ崩れてるから全然まだまだ起きてるよ、多分。そうでしょ。オールです。やば。はい、ということで今回は、あけさんがニート部を辞めたということで呼びました。話題性に飛んでるから、そのまま話題性に飛んでるな。あれでもさ、パワーボッシュの動画で発表したけどさ、うん、あれ見て思ったけどさ、ギャグすぎない？あれさすがに。めっちゃギャグで、あれやめたって思わないんだけど、マジで。いや、なんか超楽しかった、あの撮影。マジでおもろかった。あの後半のじゃじゃの病室に乱入してくる患者さん、アーケンめっちゃ好きなんだよね、私。どうしても薬足りてないです。本当なんですけど、あれのせいでもうめちゃくちゃ嘘に思われてるっていう。そもそもなんかあれ結構中身もひどかったけどね。なんかアーケーさん結局なんか就活で辞めますみたいなことそんなに触れてなくて、こいつなんで辞めんのみたいな感じになってて。え、なんで？結構ちゃんと喋ったつもりでいたんだけど。いや、え、半分ぐらいね、くんさんと私が説明してたね、完全に。アーケーさんの口から何もせなんかあんまり出てこなくて、これは本当にアーケーさん辞めるんだろうかっていた私も思いました。まあね、本当に忙しそうなんで、今日もだって夜まで全然学校らしいんで、まあ確かに大変そう。今日は特別忙しいっていうか、でもバイトも本人が続けたいって言われがあるから、なるとまあ大体無理だよね、ニート部まで行くの。なんかね、ニート部やってマイクラやってってやつさ、時間が永遠に潰れるからさ、まあ確かに好きなことできないよな。大学行ってバイトしてマイクラ行ってニート部行って、確かにあれみたいな。まあ確かにニート部来ねえと文句言われるからな。まあ、まあ、そりゃね、そりゃそうなんですけど、あの、いや、その、まあ、バイト入ってなかったら怒られるみたいな。そうそんな感じ。なんか文句言われるじゃないですか。まあまあまあ、仕方ないんですよ、ニート部のシステム的にね。ニート部が悪いというよりは、なんか、うん、ニート部のシステム的にも仕方がないみたいな。まあそれはね、合ってるから。まあ、でもちゃんと説明したつもりだけどな。嘘でしょ、嘘でしょ。アーケーさんの口からなんかあんまり就活って言葉出てこなかったよ。嘘。私あれ、私が追い出したって言われるの怖いから、めちゃめちゃコメント欄チェックしたんだけど。めっちゃ気にしてるやん。いや、めっちゃ気にしてるよ。いや、なんかあの動画出てすら別に言われるからね、私が追い出したんじゃないかってごく一部の人に。意味不明だよ。意味不明だよ。でもすごい傷ついた。コメントランキング第1位、私あれだよ、やっぱコノはなんか全てを不幸にするんだなみたいな、周りを不幸にするみたいな。いや、あの動画見てどう捉えてんねんみたいな。何をどう捉えたらそんな変な解釈に至るんだ。私薬病神みたいになるんだ。ニートを続けることが人生じゃないからな、別に。正しい。なんかさ、あれっぽい、なんか必須一句みたいな。私のことが役場よりって言うんだ。そうやって私が全員不幸にしてる、みんなのこと不幸にしてるって言うんだ。じゃあなんか世界のなんか良くないことも私が原因だって言うんだ。いや、私が自然災害とか全部起こしてたのかもしれない。やめて、人工地震やめて。人工地震できるパワー持ってたら多分ニート部いねえわ、普通に。なんかもうちょっと違うことをするわ。どっかの会社で地震起こしてなんかそこの株を買うみたいなことするわ、普通に。本当にやばいことしてんな。お前しか幸せにならんやん。まあそんな感じで、あけさんは、まあ、ニート部やめたけど、まあ、別に特に何もない。ニート部をやめただけって感じだよね。だってなんかペニガキ組にも普通にいるし、マイクラにも普通に、もう無数の顔でマイクラにも参加してるし、うん、ちょうど昨日梅酒の体験も行ってきたし、行ってきたね。なんか特段何があれとかないんですね。あれよかったね、昨日の。あれよかったね、長屋の梅酒体験。2週間あれ混ぜなきゃいけないのちょっと辛くない？絶対忘れるんだけど。いや、私この動画がいつ出るか分かんないけど、醤油の梅酒作ってから2週間かき混ぜなきゃいけないみたいなのがあるんだけど、私その2週間の間に実家に帰るんだよね。私どうすればいいんだろう。だからそれ持って帰ればいいのかなみたいな。持って帰っちゃえば。
って重くね。いや結構重いぞ、瓶でしょあれ、まあ、混ぜずに置いとく。まあそうするしかないのかな。やっぱ そういう時のやべやべやべ目覚ましがやばい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 。まあでもそういう時のために人工地震の力があるわけで、触れるように。人工地震なの。ここで人工地震、そこで人工地震かな、やっぱり。ああ、伏線回収したな。伏線回収か。伏線回収だったかもしれない。はい。いやなんかでも、ニート部、あの言い方だと結構戻ってくる予定があるみたいな感じだったんだけど、アーケンさん的にはどうなんですか？あ、まあ全部終わったら多分暇になるから、結局は。結、うんうん、論だけだから、多分。うんうん。あ、だから、全然戻ってくるのもいいんだけど、まあいつ終わるのかよくわかんないしね。うん、いつ終わるか分かってたら怖いもんだ、むしろ、うん、あ、私なんか6月に終わるからみたいな。もう6月で確定させる気満々やみたいな。まあ就活始めるタイミング終わるタイミングもめちゃくちゃ人それぞれだから別に、そうそう、それはまあ分からないし、まあ、うん、なんか就職したところによっては絶対なんか戻ってこれないなみたいなことになるかもしれないし、うん、まあ、なんか希望する職種的にどうなんだろうねっていう、うん、分かってねえじゃねえかよ。 今の会話なんか、いや多分あんま忙しくないかもしれないみたいな答え出そうな感じだったのに、なんか、ね、ちょっとシフト制なんだよね。あ、だからちょっと時間がずれたりするから、まあ確かにその時にニート部がどうなってるか分かんないしな。クンさん死んで解散してるかもしれないし。ここの1年のスパンの中で知るの、あの人。いやいや、分かんない分かんない。なんか急に人工地震、それ人工地震だよ、人工地震だよ。人工地震起こして、人工地震起こしたら多分私も知るんだよ。シンガポールにいる時に起こせばいいのか。シンガポールのそのクンさんの家だけ直下で地震を起こすみたいな。確かにこと起こしたら、なんか震源地シンガポール行きの飛行機が突然墜落することもあるし、きっと。うん、クーさんのなんか車だけなんか急に横転するみたいなことが起こりえないとも限らないし。単独で横転すごくない？ちょっとめちゃくちゃ運転下手な人がなんかあったよそれ。急にアボボが暴れだしてなんかクーさんが殺傷される可能性はまあなくはないから、ね、あ、まあ確かにホストみたいな感じでアボボがやっぱり私のことはっつって、私のことなんてどうでもよかったのねって言って、お金としても見てなかったのねっつって、そう、働く駒としてしか見てなかったのね、未来が。そんなことあったら終わりだよ。おもろいな、それはちょっと見てみたいかも逆に。確かに、あぼぼ。まあくんぐるいみたいなもんだしな、確かに。でも、うん、まあ確かに格好もホストみたいだしなんか。マジでどん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 くんさんディスになってる。くんさん殺すし。え、そんなことないよ。可能性はなくはないよねみたいな。言い草が普通に悪口だったよね完全に。いや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 、好きですよ、好きですよ、ほんとホスト側だなそれ、はい。いや、なんかなんだっけ、あのアーケン王決定戦みたいな、あ、危なかったね、危なかったね、あれ。アーケン王やったんですけど、あのマジでアーケンさんが辞めるって言い出す前にやってよかったわあれ。危なかったわ。ノジャジャも危なかった、ちなみにノジャジャをマジでよかった、危なかった、危なかったね。いや危なかったけど、あなたがいなくなったことで、ね、この王できないんですよ、もう二度と。あ、全然いいよ、やるんだったら。この王やるんだったら全然もうできないんですよね。私が多分やるのはしばらく先だけど。いやー、いいんじゃない、なんかなし、なんか、あとベノム王もできない、ベノムジャジャがいなくなったから。おもろ、意外ともっとベノム王とこの王早めにやるべきだったかもしれない。いや、もう10月にやるべきだったかもしれないよ。うん、一緒、なんか同時進行で。うん、アーケンもでもマジで面白かったから、あれは早く動画化して、ちょっとなんとか。まあ、確かにアーケンも残ってるし、動画の在庫むちゃくちゃだな。なんかあんまいないって感じしないな。どっちしろマイクラいるもんね。そうなんだよね。うん、いや、マイクラとニート部やってるとね、なんか他の何かがある人って多分クソ大変なんだよね。毎日、富士からの時間を奪われるから、うん、まあ、自分で参加してるんだけど。そう、なんかニート専用だよね、なんかもう最近はね。なんか御用達な感じになってるね。アケさん的にはニート部でやってて一番楽しかったゲームは何だったの？うち、ん、なんかまたゲストに来ることとか全然ありそうだけど、暇だったら一番楽しかったゲーム。一番楽しかったゲームか、うーん、スパラン好きなイメージがあったけどな。なんかイツパランがでもいっちゃん強かった。あ、スパ、まあまあ、スパラね、楽しいんだけどね、ちょっと飽きたんだよね、やりすぎて。いや別に私たちも飽きてるよ。
ステージとかね、あんま追加されないからな。そう、あ、でもモードとか。この動画で出た、うん、あれ好きだな。あの、ホラゲー。あの、デーモンロジスト。あー、好きだね、ホラゲー。マジで。うん。デーモロジかな、一番好きなの。何、何が違う？うん。で、なんかさ、退治できんのが良くないみたいな。あ、ファズモって退治できないんだっけ？ファズモは特定して終わりなんだよね。デモロジはそう、特定して、その、まあ、なんか集めて、いろんなアイテムとか。うん。で、それで最終的になんか、その、エクソシストすることが目標のゲームだから。あ、そうなんだ。え、なんかそうそうそう、デモロジもやった記憶あるけど、何にもゲーム概要知らないわ、私。そうなんですよ。実はエクソシストするゲームなんですよ、これ。そうなんだ。そうそうそう。だから、まあ、それかな。まあ、あと、まあ、ドレハンとかも、まあ、普通に好きだけどね。ドレハンね。まあね、面白いけどね。戦えるからね。勝てないんで、なんかね。でもね、この間の沼ドレハンなんか言ってたけど。うん。あれはひどかったね。ドレハン。ドレハン、私も大概ひどいこといっぱいしてるから。いや、なんか、僕もひどいことしてるんだけど、もう違うんだよね。もうなんか、沼ってか、なんか、もうトロールすぎて、なんかもう、すごい動画になってた、なんか。し、だいぶみんな上手くなっちゃったからね。そうなんだよね。確かに、一時期めっちゃドレハンやってた人たちはいるからな、メンバーシップとかで。なんかもう、知り尽くされてるよね、ゲームがね。確かに。私、カイラになったら絶対負けるもん。あの、トーマスくんでも、カイラの味方が。あ、でも僕ね、クンさんと会って一回勝ったことあるよ。すごっ。でもね、あれはめっちゃね、クンさんがね、うん、海兵で殺しまくってたからね、普通に。あー。そうそう。確かに。ね、村でも、海外でも殺しまくるもんね、最初に人。うん、そうなんだよね。まあでも、あてたんで。もーちゃん、なんか好きな動画あんの？好きな動画？あ、好きなゲーム。ゲーム？ニートブで？うん。あ、スイッチスポーツ好きだわ、スイッチスポーツ。あー、うまいよね。スイッチスポーツ。いや、私、Wii スポーツ無限に一人やってたんだよね、小学生の時家で。え？友達とやらなかったの？いや、なんか、ほんと一人で無限にやってた。なんか、レートみたいなのがあって、Wii スポーツ、うん。なんか、結構やるとプロみたいな、いいスコアずっと残し続けてプロみたいなのに行けるんだけど、うん、全スポーツでプロ取るみたいな、ことやってて。すごいね、なんか。スイッチスポーツだけ、うまいから好きかも。バドミントンとかは負けるけど、なんかさ、あれスイッチスポーツの動画出たっけ、僕のやつ。スイッチあんまりね、クンさんいない動画って確かそんなにあの毎日多く出ないから、まだあんま出てないんじゃない、ちょいちょい。あの前にコノちゃんとさ、ディディとかで、ね、うん、やったスイッチスポーツとしてもマジでおもろかったんだよな。僕の回線がちょっと悪くてさ、うん、バレーボールとかが、なんか、バレーボールでなんか打つときにガクンっていくから、相手が読めないみたいな。謎のなんか、カウンターアタックみたいな感じの判定になって、勝てるっていう。あ、ちょっとあれもおもろかったな。確かに。それ多分出てないんじゃないかな。なんかマジで無限に在庫あるから。スイッチマジで無限在庫あるよな。クンさんいる動画は割と、明けさん少なくなってきてるかもしれないけど、多分ね、くんさんがいない参加時だけで撮ってる動画は、うん、多分まだむちゃくちゃ在庫あるよ。あ、本当に無限にあると思うよ、多分。うん、だってもうデモロジストが最近その病院のマップが出て出たって動画が出たんだけど、うん、新しいマップあと2個ぐらいやってるし、なんかまた別でもなんか1回やってるから、なんかデモロジストに関してあと3本あることは間違いないっていう。マキサのホラーゲー好きな人多いからな、だいぶ。うん、突っ走るからね。よし、うん、か。マジでわからない。マジで。全然、いや、なんかびっくりするのが楽しいんだよね、なんか。びっくりしなくないでも。え、びっくりしてるよ。なんかね、びっくりすると止まるタイプなんだよね。おっ。あー、リアクション薄い止まり方か。そう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 。すごいな。なんか、そこじゃみたいに、えぇ、ーっていうわけじゃなく、汚いな、私の叫び声。おお、怖い怖い。ならん。そうそうそう。よし、じゃあこんな感じで、私は明けさんをニートブから追い出してません。自習されました。はい。マジで切り抜かれる。私あれ切り抜いたやつ全員ブロックしてるから、ツイッターで。ガチやん。ガチで、あれだけ流されるとめちゃくちゃなんか本当に悪いやつに見えて。困ってるのです。俺やっかな。
気にならないでください。お願いします。はい、ということでありがとうございました。ありがとうございました。ジャンキゼロって